はい、こんばんは。なんかね、風邪ひいたんかな。はい、じゃあ続き、極限やっていきたいと思います。前回ね、3回ぐらいやり直したんで、ちょっとこれも相当やり直すんじゃないかなっていう恐怖はありますけどね。で、ちょっと体調悪いんで、死んだらもう今日は終わります。声大丈夫かな。どこ流したっけ。今回もなんか狭そうですね。マンションとかそんな感じかな。極限っていうほどなんで、炎がテーマなんだと思うけど、何の音だ。この音リッカーじゃね。下絵が邪魔で。あ、ハーブ取られた。完全リッカーの音がすんだけど、まあ普通にこっちから入りますか。いきなりボイラー室。上からなんか死体が降ってきそうな。あの死体を、さっき扉の前にいた死体をなんとか。あ、光ってる。光ってるけど。あの光ってるのをなんとかしたいんだけど、時間経過かな。あ、違う。
Excuse me. Hey. Huh? What? No. まあこれもバイワル通信機一方通行っていうね。てるけど、アイタグ。Hey there, hello there. Please tell me what's going on. Hey. 正面玄関に行けばいいみたいだけど。ゾンビがいるぞ。なるほど。イベント進まないとあそこ行けないってことね。さあ、じゃあどっちから。じゃあもうこれは開けときましょう。探せってことか。あそこのゾンビ倒した方がいいかもね。ここ何回もうろうろしそうだから。なんか絵のヒントがあって、どれか上にしよう、上とか下にしろってことか。スイッチ。やっぱりスイッチだね。123をどうするか、123があるかどうか分からないけど、12はとりあえず見つかったけど。
ぶねえ。あぶねえ。回復アイテムはまあまあまあ、あるんだけど、するのか。特に絵のヒントがないね。ここは、ここが3とか3か。次のゾンビが怖いね。どこにいるんだろう。あぶねえ、目の前にいた。2階から行きますか。2階からね。1階はまあまあアイテム集めぐらいしかできなくて、ヒントがどこにあるかだな。地図。Hey. 赤き血が大地を染めた激流を、おお、早いな。消え、勝手に消えるんだ。あ、なんだこれは。おお。点灯している箇所がある。1と4、勝手にすぐ切り替わるんだけど。1と4が右上と左下で、他にヒント、ショットガン？Thank you so much. あ、レッドハーブだ。赤き血が大地を染めるとき。
祖国の騎士、旧国の騎士が道を切り開く。赤き血が大地を染めるとき。赤き血が大地を染める。1と4。1を上に上げろってことかこれ。ちょっとじゃあ1を上に上げてみますか。それでなんか変わるんだったら、いいんだけど、お、なんかゾンビの音が。上に上がってたってこと今。今1番を下に下げた状態でどうなるか。これでなんか変わればいいんだけど、あ、なってるね。下にすれば赤くなる。でヒントは赤き血が大地やか。あと4番を見つけて下に下ろせばいいのか。4番どこだ？この中か。ちょっと待って、4番探さなきゃ。3階じゃあ行ってみようかな。燃えてるね。あ、これは4番。上？あれ？なんか思ったのとは違う。さあ、道は開くと言ったが、どこの道なんだろうね。ラウンジ。
構早いな。マジで。リッカー先生の声が聞こえたぞ。ちょっと戻ってさっきの階段の方が行って。Stop! Did you find anything? こっちの下じゃあ探って、ああさっきのあの家のとこ見ときゃよかったな。しまった。下から行ける？Stay back. よし、パイプ頼む。行くとこあるな。下はまあショットガンの弾とショットガンがあるだけ。
それ以外はなさそう。じゃあちょっと絵のとこ見に行って、点灯してる、うん、それだけ。あ、なんか出てきた鍵。鍵、このタグも何に使うんだろう。とりあえず持っといて。あれ？ああ、持ってくれたの。Please, I need this is it. いや。Please, I need this is it. よし。で、どっちかから3階に行きたいんだけど、さっきの感じだとゾンビがいるから手前側からちょっとリッカーが怖いけど、リッカーって決まったわけじゃないけど、リッカーにしか思えない。死んだふりしてないで。I was thinking. OK。鍵が金と銀があって、パスコードがあるっていうのがね、今まあ止まってるとこだけど。覗いて。回避しなきゃいけないゾンビを
回避できてないかな。まあまあまあ最初だからいっか、とりあえず先に進むっていうの目標にして、後からね、これ何？ああ、防火扉ってやつ。一番手前からリネン室、なんだ5128。お、なんかある。304-305室の壁のひび割れ。これだけなんか。5128。なんだこれ。30ペキ室。